3、2、1、スタート。あ、入ったわ。サンシャインのサンサンサンわーサンシャインのサンサンサンでーす入っちゃった、声入ってます。はい、始まりました、サンシャインのザンサンさんでございます。今回ですね、なんとこれは6回目でございます。おめでとうございます。うわ、綺麗だと。はい、いつも通りですね、いつもスタッフしてくれてる作家の、このね、家にで撮影してるんですけども、今日からですね、撮影器具がちょっと変わりまして、なんと、はい、今日だけ、そうだけ、今日だけ特別に今日だけ特別になんと20万のカメラで今撮影しております。高画質だ、これ高画質、動きもスムーズになってると思いますけれども、ちょっと青いのがバレそうですね。はい、もう青いですね、口周りの青回り、ね、青回りがね、青回りがほんとすごい。なんせ僕この間 BB クリーム買いましたからついにね2000円舞台人としてっていうことで美白用みたいなやつ買いました。まだ恥ずかしくて濡れてないですけどはい、まあ、そんな感じですけども、前回からね、僕たちもいろいろありましたけども、なんと、はい、何週間これ2週間1週間1週間1週間いやー、行きましたよ、行きましたよ , 笑いのメッカ大阪に、大阪に行ってまいりました。行きました。なんと今宮恵比寿、なんちゃら漫才大会というのが ねあったわけなんですけども ね、 行きましたけどもね、20日に。いや、バス借りてね、はい、もう同期でね、同期で40組ぐらい、ね、もう80、もう50、60人ぐらいでまとめてバス借りて、ホテルも借り切ってね、3泊4日で、はい、いや、ほんと、まあね、コンクールがね、3日間あるわけですよね、予選1、予選2、決勝っていう感じで、で、僕らサンシャインはどうでしたっけ。いや、まあ僕らサンシャインはというか、まあ旅行でしたね、本当に。いや、ほんとね、初日で、正直な、ちょっと天狗じゃないけど、いや、いけるやろってちょっとね、みんなね、みんな思って、みんな、まあ言ったら誰かしら優勝するでしょうとか、うん、するでしょうね、頑張ろうぜとか言ってたら、ほんとね、まさかの9割落ちるっていうね。300組ぐらい出て、あれなんすか、一次予選受かったの多分30組ね。えで、行ったのフレミングとワッフル共和国だけですからね、2組ですからね。あともう30組ぐらい、ほんともう自由行動ですよ。本当。三泊。持て余して持て余して本当に。遊んだ。遊んだよ本当に。朝から僕とバビロンの太田と天秤の大堀はとか缶ビール10本ぐらい飲みました。朝からずっと大阪ブラブラ。真っ昼間からずっと飲み合ったこいつら。本当に。でサボテンの子がなんか大阪行ったのに2日間ずっとパチンコ行ってた。いや、言うな。結局2万負けてますから、ね。大阪行ってわざわざ本当初日で消えて2万負けて、みんなとの食事を断りそれで2万負けて、本当本当トホホですよ。まあね、今日はそんなことなんでね、ゲスト今日2名来ております。呼びましょう、今日のゲストはこの方たちです。どうぞ。さあ、今日のゲストですね、先ほどちょっと名前出しましたけども、フレミングの宮本さんと、ピン芸人西田篤弘でございます。どうもようこそお越しくださいました、ね、いや遠かったね、小岩小岩遠い遠い場所は言わなくていいですから、ほんと小岩ですけどもね、新小岩 の、うん、あの漫画喫茶、俺シャワー浴びてから来てますから、ね帰れや、知らねえよ。シャワー待ちよ、シャワー待ち、マンボウでシャワー浴びてから来てますから。マンボウ安いけど、マンボウ、マンボウ。どうでした、じゃあこの今宮恵比寿、今宮恵比寿どうでした。ちなみにね、西田篤弘はあのコンクール出ないのに大阪まで一緒に来てますから。いやいや、ほんとほんと。どうでした、大阪ライフは。いや、よかった。なんかね、よかったって、なんていうのかな、暇じゃん、こっちは。まあまあそうよ。でもいろいろ回ろうと思ったのよ。うん、おう、いや行ってないしね、大阪ね行ってないし。えバスおったやつ。いやいやいや、ちょっと聞いて、あのさ、バス、まあみんな行くじゃん。で俺見送り行ったじゃん、一人で、一人で帰ったわけじゃん。でちょっとやっぱ寂しくなるわけ。寂しい、寂しい。でもうわ、どうしようかなと思ってパチンコ屋行ってお前らが大阪行ってる間俺10万負けてるから
前何しよお前3万3万4万もねえんだよビビるよ本当俺がビビるわ。いやパチンコよくねえわあれ。よくない、どこ行っても一緒、東京大阪行っても一緒一緒10万ってもう、いや10万よう負けたなお前。いやもうムキになっちゃったわ本当本当そうやろな、そうなってもストレートで、ストレートで、うん、きつね宮本さんその点。なんかもうここにカメラ回った途端顔が引きつるね、なんか知らんよ知らんよなんなんこれお手前か、お言ったらお前が一番あの順調な滑り出しだけど、まあ一応僕らは決勝言ったよこれ始まる前に俺らに確認取ってやろう、お前今日ふざけてもいいんですよこんなかっけえセリフ入ってるさあお前ダサ口だけやろダサーこいつ笑えないなあゆかお前いや、ハンハンじゃないよ、お前いや言葉で返せ、僕らでも5位、まあ、5位、5位だったんですよ、5位、ね、30組最後まで残ってね、決勝まで行って5位ですよ、300から30行って、17行って、5位やった、一応点数的には5位でしたよ。まあまあね、でも賞取れなかったですからね。まあまあ、また来年かな、来年行きたいなと、来年まあ行けたらね、行きますかね、うん、来年行く、もう来年行きたいななんて話してましたけどね、相方とは。本当です、まあまあまあリピート、うん、そうね、行ってくださいそうだね、行ってください、行きますよ。じゃあ今週の企画発表したいと思います。今週の企画はですね、サンシャインのサンサンさんオープニング曲を作ろう。はい、今日はですね、効果音が効果音、今日ねすごいな、SE 今日6回目ですから挟みますよ。いやでも SE 入れればいいってもんじゃないから、うるせえよSE 入れて満足してる部分あるんじゃない、まあね、してない今のテレビ業界お前より知識ある人たちや、ほんとに尖ったわ、10万負けて急激に尖った尖ったってかもうひねくれたわまあそんな感じですね、サンシャインのサンサンさん、今今日もですね、僕最初やりましたけども、サンシャインのサンサンさんっていうがなりの後に、流す音楽をがなりな、あれがなりな、あれがなってますかなりあ、そのノブキョウがバッて出てきた時、バッて、あれ高田純次みたいに出てきたでしょ、僕出てきた、高田純次師匠のこれモチーフにしてますから、 あの後に入るんだ曲が、あの後にビシッと決まるオープニング曲を作ろうという企画でございます大丈夫ですか、許可してないですけどね、あれはね、一回もずーっと無許可でやるけど、そうなの、やりよる、名前出して勝手にやりよるよ、こっちは、ひそひそはい、まあ、オープニング曲を作ろうということで、曲をですね、こっちで何曲か用意してます。あ、なるほどね、でその曲からまずどの曲でいくかっていうのを決めて、その曲に歌詞をつけようっていう企画でございます。お、大丈夫ですか。あ、いいね、いいね、いいでしょ、楽しそうな企画だ。はい結局音楽やけんね、結局音楽、結局音楽、まあ、これで流れて、こっから毎回次回からこうこの曲を使って流していくっていうことになってますから、あ、なるほどね、大事な一日ですよ今日、この曲盛り上がるしね、盛り上がる、いいね、あゆ、大事な回、あゆ、歴史の一日、あゆにしよう、あゆに引用しすぎやろ、あゆは A ソング4なんじゃないですか、お酒飲もうと、お酒飲んだの先週や今週ないの、今週は、いや、まだ酒飲むけど、そうか、今週はノンアルコール、隔週やからお酒、あ、なるほどね、お酒の時来て、隔週で助かれるの、お酒の力、じゃ あの歌詞をつけていくんで、まずこの準備してください。あら、はい、こちらのホワイトボードにね、ホワイトボードね、はい、書いててください。はい、じゃあこちら、こちらね、使ってください。はい、じゃあですね、さ、いや、ちょ、ない、ない、ない、それ初披露、ない、もうなんだろう緊張かな、これ緊張これ壊れたもうみっともない、本当に同期の実家で緊張するお前こんなちょっとカメラ回って落書きすんな、余裕しかないやろこんな、そう、なんなんそれ、何、はい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 っていうっていうね、あ、手上げる、そう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 、手言うとかやめろお前、フォローすんな、ジャブからいいよ、考えていい、ちゃんとちゃんと振ってから書いてください、はい、いいですか。じゃあ早速ですね、うん、曲何曲、何何何、フレーミング書くなお前、フレーミングの手を、汚い手を書くな、複雑骨折やエゴ、分からん分からん、これ宮本さん、あんた絵心ないね。いや俺絵心ないんだよ、ちょっと、なんで書いたんそれなのに、いいえって、曲聴いていきますからそうだね、ちゃんとその曲に合わ、まず曲決めましょう、じゃあ、うん、じゃあまず1曲目から、あ、曲があるわけ、はい、曲何曲用意します、じゃあ1曲目からお願いします
ますよ、やっぱりね。これ今、音が今流してるんですけども、音がちっちゃいっていうことやります。なるほど、なるほどね。この音がちっちゃいんだから、こっちのスピーカースピーカーがあるんですけどもね、機器が。もう一回、じゃあ、もう一回気を取り直してね。じゃあ、1曲目お願いします。なるほどね。あのフレンドパークの押すやつだね。ベースだけど。かっこいいな。歌詞入れていきますか。これオリジナルで作ったの。オリジナルの。ええー。一緒にオリジンしてくれてるオリジンです。オリジン。オリジン七のの。オリジンソングじゃないでしょ。オリジンオリジンソング。オリジンサンクなの。サンクってね。緊張感。宮本。おい張って、これ全然震えるよ。一回大喜利挟むか、一回大喜利挟むか、じゃあ挟もうじゃん。全然、はい、今のが1曲目でございます。いいですか。ちょっとでもね、ちょっとおとなしいな。おとなしいというか、ちょっとまあまあ、うん、そうね、なんか盛り上がりにね、躍動感が、なるほど、ね、躍動感。じゃあ、続いて2曲目で聴いてみてください。2曲目、疾走感がお願いします。こっちの見てる人には音楽がガンガン鳴れるってこと。あ、これ聞こえてるんですかね、お客さんは。あ、こっちにはさえずりぐらいしか聞こえない。そうね、同じ音量ぐらいでちょっと聞きたいのあるけど。ちょっと聞きましょう、聞きましょう。じゃあ3曲目、はい、3曲目いきましょう。続いて3曲目お願いします。あっ、躍動感、躍動感出てますよ、これ。ここかな。うわ、旅始まったな、これ。剣が似合う、剣が。この1ヶ月前に母親から、あなたのお父さんは勇者なんですって衝撃の事実して、渋滞して旅に出たもの。かっこいい曲だったラスボス校長か。あ、これ2番的な感じもあるけど、まあまあ、どこまで歌詞作るかちょっと、まあ、おいおい。じゃあ4曲目お願いします、どうぞ。なるほど、はい、以上4曲でございますけれども、決まりましたか。じゃあもう全部決まりましたか。やめろ、おい。せめて言葉で言うよ、お前。かわいそうやろ、それ。何何、オリジン七のが。せっかくお前、せっかくの曲をお前こんなフリップに書いて全部いまいち書くな。言葉で言う、どういうの。やめろ、おい。いや、最初さえずり系やったから、やっぱそうだね。3、4曲目はガーン聞こえたけど、ガーン来たけどね。1、2曲目、これ何、気に入ったのを書くの、これに。じゃあとりあえず1、2、3読んでちゃう。とりあえず3人の意見を聞きたいと思います。なるほど、なるほど。じゃあもう一回、もう一回ですか、ちょこっとだけ。1曲目に、ね、触りだけでも、触りだけ、触りだけ、うん、1曲目ちょっとお願いします。トゥルルル、え、こんな感じです。じゃあ2曲目お願いします。いや、これはいいと思うよ。はい、じゃあ3曲目お願いします。おお、やっぱ躍動感あったのね。まあ、春来たわ。はい、じゃあ4曲目お願いします。のうわー、いや、むずいね、これ難しいな。はい、まあ、OK です。で、以上4曲から1234番号で書いて、ください。はい、いいですか、皆さん決まりですか。はい、いいですか、皆さん。番号書くだけですよ、これ。大丈夫、これ。いや、大丈夫。はい、いいよ。はい、じゃあ一斉にお願いします。どうぞいや、もう何、何、何これ。これ何、まあ、いや、もう、まあ、1ね。1、これ1ね。いや、なんか、俺だけ、なんか、俺だけボケてないみたいな。いや、これ、あれ、
あのビリヤードの球ですから、そういう深いあれがある。じゃあこれ何なの？お尻かじり虫ですね。ですねじゃねえよ。これ何なの？これ伊庭斎藤です。誰が分かるの？言ってねえ、しかも唇も違うしよ。ラッキーマンじゃねえだろ。斎藤さんの3です。いやいいの思いつかんの。いや結局1、2、3やんこれ。いや、まあ、マジでマジで。もう1番ではないと思ったけどな。いやなんかさ、そのノブキヨが出てきてさ、であの流れてる時になんかのぶきよ戻ってきてやるみたいな感じでしょ。でも2はなんかその村人っぽい雰囲気じゃん、その町の村みたいな。いやそれは合ってるんだよね。2はあれよ、人雪雪っぽい冬のクリスマスっぽい曲。そんなことないよ。おいガッと来いよお前。えなりよ。ないよえなり。えらい短文のえなりやな、それは。そんなこと言ったってしょうがないだろ。うるせえうるせえな。じゃあどうします、 1,2,3。 痛い。1,2 2、3やない、それだったら。どっちかよ。そうか、1はなんかちょっともうほんとドキュメント、ドキュメンタリーやね。じゃあもう2か3で選びましょう。怖い1は。じゃあ2か3で。そうだね。ちょっともう一回、もう一回。あ、じゃあ2か3。2曲目するんだよね、なんか。でもこんなんでちょっと地獄番組なんだっけ。地獄番組。あ、何地獄番組って。暗黒番組。岡本太郎プレゼンツやから。地獄番組。地獄ではないな。エネルギーがないと思う。あれ3曲目お願いします。ちょっとじゃあ合わせてみる。正直でもまあ4も良かったけど。今後半かけたら4が良かったけど。どうじゃあどう、みんなの意見でちょっと決めたい意見さ、うん、なるほどね。じゃあアメリカ人連れてきてくれ。そしたらすぐ決まるわ。あいつらイエスの派遣する。私ダメだな、興味ねえわアメリカ人こんな。まったりするから。じゃあちょっと 2でちょっと1回サンシャインの333で。ああそうだそうだ。じゃあいきます。いい準備。サンシャインの333。ほらいいじゃんいいじゃん。これいけるこれ。俺の中でサンシャインって羊飼いのイメージだから。あね、ちょっと合ってるんだね、牧場の雰囲気だと。なんだ羊飼いの家。どういうこと。羊飼いっぽくない。俺らがってこと。いやでも分かる、それは分かる。どこが分かる。分かる。たな。じゃあもうがな、がなり変えるしかないな。ちょっと優しく言うわ俺。それだったら。じゃあ3曲目でいきましょう。サンシャインの333。もう一回かもう一回。あるあるよくある。サンシャインの333。一回ちょっとじゃあ4もいってみる。一回じゃあ4でいきます。サンシャインの333。内からダサいって今意見が出ましたけども、お前が言うんじゃないよ本当に。パソコンに向かって軽めっぽいのかこれ。そうだね。これだ。ちなみにコメントとか聞かないじゃないですか。あ、なるほど。 OK です。コメント来てるんだこれ。来たりしますね、前回は設定してないですか。はい、じゃあこの234でじゃあどうしましょう。じゃあ決めてからがこれ本題でしょ。そうだね。そう、ここを さらっといきたいよ。2は削ろう。なんかやっぱ違うな、うん、地獄番組の雰囲気。地獄番組、ね、まあまあまあね、うん、じゃあ3回読んでいこう。3回読ん、うん、じゃあ3回読んで書いて。3回読んで、うん、3回読ん。はい、じゃあ3回読ん、番号を書いてください。コーヒーね、コーヒーもあるみたいですね。一服しようぜっていう意見が出ました。これ番号書くだけですよこれ。皆さんそんな時間かかることあります、番号に。え、もうこっちの言葉にも反応せんぐらいのやつもおるやん。英語心か知らんけど、文字心か知らんけど必死で。え、いいよ、はい、いいよ。3回4よ。一筆でいけるよ。じゃあ3回4、皆さん一斉にお願いします。お願いします。3回4を書いてくださいって言ったけど、3回4をそのまま書けた言ってないけん俺。なるほどね。なるほどねじゃねえよ。
先生の言うことを真似してってこう全部真似するとかいうボケと一緒やろ、そういう系統。お前伝われよ、お前伝われよ。オッケーオッケーオッケー。俺はまず分かった、俺は分かった、うん、お前さん、お前分かったね、うん、ちょっとこっちかな、これ何なん、これイバサイトが右にやられる。坊主頭しか、プールキャップやろ、これ四角くんで行った時のイバサイト。いや知らんわ。4やね、4ね。これ何なん、これアメリカの国旗ですね。知っとるわ。違うし、こっちやろ星よ、お前こっちだけ教えるし。頭悪い。49星があるんや。ここお前ストライク方程式かいなと思ったわ。なんか星こっちや、お前。まあ3かな。3かそれ。じゃあ3でいこう。じゃあ3でいこうかね。はい、じゃあ3番に決定です。333やろ。あ、ほんとや。あ、なるほどね。あ、そうなんだよ。知らんけど、たまたまこの並びになっただけやる曲が。そんなの選ばれたらたまったもんじゃない、こっちが。3多いな。3が多い。3333になるけどね、今日ばかりはね。はい、じゃあそんな感じです。今のね、今の3曲目の、曲に、歌詞を入れていきたいと思います。いいね。これ最後にですね、これ僕が歌って歌詞を入れますから。あ、そうなんだ。はい、マジか。皆さんの歌詞でこう僕が歌ってこう入れますからね。おお、はい。じゃあちょっと聞いていきますか、最初から。どっから歌詞を入れるかとかもありますからね。うん、もうちょい、もうちょい、結構ガンガン、ガンガン、ガンガン、結構どんぐらいいきます、結構十番優しいやん。優しいな、ちょっとそうだな、そうだな。さんのための歌詞なのか、こう世の中に対するメッセージ性やら、ね、そういうのもいいんだ。もうそれいろいろいいよ。それはいいよ、別に好きだ、そうだよ、ね、コンセプトは自分で決めてもらって構わんけ。これでも全見えるの、カメラからこれ見えてるでしょ。これ見えます、ここの位置でも見えるんだよ、これ見えてるよ、見えます。へえ、そりゃすげえや。いやいやいいけん、かけよ。ガッテンガッテンじゃねえよ。江戸っ子やな。江戸っ子じゃないやろ、生きる稲瀬やね、群馬出身やね。そのさ、どこまで歌詞つけるの？いや、もう区切り区切り。あ、じゃあ今の。なしでお願いします。ちょっともう一回流してもらっていいですかね。
んだよ。まあそういう段階だけど。そうそうそう、これから。なるほどね。まあまあ、採用しますか。いや、早い早い早い。今んとこ不採用の方向で考えようから。ジーパンの種類、多様な言い方するだけって。はい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 。はい、来ました。じゃあ曲に合わせてお願いします。知らん全然共感できん。あ、マジでかかとかくとかゆみ治るっていうの。どこのかゆみがなくなる。テーマないと厳しい。そうだな。ただの面白ワード。テーマ自分で決めてくれたらいいよ。自分で決めればいいのか。一応サンシャイン。まあじゃあサンシャイン、じゃあ俺らをイメージしてくれていい。あ、いいねいいね。俺ら2人をイメージしてね。この2人のこの関係性とかね、この見た目とかそういうのを考えてみたら。あ、俺、まあ、なるほどね。いや、出やすいかもね、そうしたら歌詞が。そうやったらジーパンとか絶対出ない。出ない。キュッチンのパイ。わかったわかったわかった。そうだ。ニュアンスね、ニュアンス。はい、じゃあお願いします。涙くじで決まったまま。全然この歌詞。なんだよ、お前。ママハーハーじゃねえわ。ちょっともうニュアンス。ニュアンス地獄に落ちる。いやいやいや、ニュアンスも伝わってねえわ。あ、もう正解ができたかもしれない。おい、本当にママハーハー超える。超える超える。俺医療ミスしたけど。いやいや、完全に。お前医者でも何でもねえやねんか。はい、じゃあ宮本さん正解できないので聞いてみましょう。お願いします。サンシャインのサンサンサン、これから始まる。いやいやいや、おー、綺麗じゃないでも。綺麗やけど。あ、ちょっとぽい、俺もぽいのできたわ。マジ？ぽいのできた。じゃあとりあえず宮本くん、これ宮本くんの答え。これ今結構いいよ。今結構。宮本くんの答えこれです。はい、じゃあ西田スイロー、お願いします。さかたぼけてのむきよしゃべり。突っ込ませろや。突っ込むにしろや。突っ込ませろや。なんで俺ツッコミできてないやつみたいな。って俺嫌やわこれ。相づち担当やから。そうそうそう。多分近所のおばさんやないか俺それ。そうそう。まあこれね。じゃあ西田スイロの答えこれです。まあまあサンシャインのこと書いとるけど、ね、サンシャインのサンサンサンって言った後サンシャインのサンサンサン。そうだね。そうそうそう。重複するんやろ、ね、サンシャインのサンサンサン。これ誰が決めるのこれは。これ僕が決めます。なるほどね。いやもうあれやったら変えてくれてもまあいいけど。うん、どうです変えます。いやいや、そんな別に思い入れないしか。おいおい、別にやっつけてくんなよ。来てくれたら一生懸命やってくれ。呼ばれたこれ一番悩んどるやんちな。坂田君ちゃんと考えとるから、もう これ出されたら本当正解出さないかんやん。今 TK が狂ったことが鮮明に分かるの。大変やわ。さっきあいつ脱税しちゃうんで。いや違うママハハは決まらん。なんだ決まる、ママハーハーやから。そうだそうだそうだ。どっちかなこれ今んとこ。どっちかで言ったら、例えば なんとかいいですみたいなコメントとかって来てるんですか。今日コメント見れない。今日はいつもあるよ。いつもあ る, いつもあるけど、うわリこれこ今日なかなか怖いぜ。反応が分からんっていう。見れないってどういうこと。僕のです。あ、途中から見れってことだ。はい、うん、あ、途中から今も実際でも打ったりはしてるってこと。多分打ってる人もいるんじゃないですか。それはもう見れるんだ途中から。はい、コメントがない。コメントがな い, ない暗黒です。本当暗黒。坂田君のツイッターにコメントしてくれてれば見れる。ああ、なるほどね。なるほどね。じゃあ、じゃあそうします。じゃあ、今見てるお客さんで何か意見コメントある方はですね、うちの相方サンシャイン坂田ツイッターやってますので、サンシャイン坂田のツイッターにつぶやいてください。ちょっと待って、俺の携帯18人見てます。あ、18人すごい。今18人見てます。すごい。はい、なんかね、より仲いい人は直接メールで言ってくれても構わないです。あ、そうだね。徳之島の総人口と一緒だよね。バカかバカか。徳もってスムーズに言えよ。いやいやいや、まあ、素人か。ちょっとこれやばいよ。いやでも結構誰ともいいと思うよ。うん、うん、それでいいと思う。ふざけんな。アルコール持ってきてくれ。
で、まあ、夜の泊まりって書いてあるんですけど夜の泊まりにってちょっといい感じの歌詞書こうとしよう、いい感じ、夜の泊まりにアンドロメダ腰掛ける意味のわからん確かにまあ夜撮影しよるけどこれ泊まりって何だよう聞くけど来た来た、いやいや、そんなにあ、なんで今日コメントできないのかと思いました。西田さんの歌詞が好きです。あら、え、あれ、あら、さすが、もう分かって才能あるな、やっぱな。来た来た、これじゃあどんどん来てますよ。来ていいね、いいね、でもやっぱじゃあして引き続き来て、うん、お願いします、お願いします。え、何だ、酔っ払ったの、え、酔っ払ったの、緊張してるのかな、緊張、顔が傷ってる俺じゃねえ俺じゃねえか、言うなよはい、こちらでございます。サンシャイン坂田アットマークサンシャイン坂田ですね。今さらされてますよ、サンシャイン坂田のツイッターのこのアドレスが。まあ言うてもツイッターですからね、これで僕の全てが分かるわけじゃないですし。いや、そうですよ、本当そうです。ただね、あの大林を六本木で見たとかいうつぶやきチャンネルで叩かれてますからね、この人。本当に恥ずかしい。大林元子を銀座で見つけたよ、東京に来たばっかりの時に。あの横断歩道でしたら、えらい向こうにめちゃめちゃでかい女の人がいた、はいはい、モデルさんか、いや、それにしてもでかすぎるな、おい、大林元子やねんか、あれ、ち、まあ、友達とボケようかな、大林元子だ、大林元子だ、横断歩道に行ったら、大林元子がむっちゃ睨まれたっていう話を、誰、ツイッターで友達の人が、こんな人を見つけたみたいな、それ言うなら、俺昨日大林元子見つけました、びっくりマーク、びっくりマーク、笑いみたいなの、めっちゃ大林元子見つけてテンション上がったのを2丁に貼られた、うん、え、それだけで、めちゃめちゃ悪いこと書いたわけじゃないですか、めちゃめちゃしょうもないやつや、あいつミーハーな、ついなよくね、ウェスティのホテルの人が戦えたりしてるけど、誰と誰が来たとか言って、まあね、あー、なるほどなるほど、怖いな、ついな、まあね、いや、怖いですよ、安易にね、やっぱテンション上がらせれんよ、そんな。俺も昨日母親から、あの、フォーマ賞、関東賞もらったねっつって、いや、俺がフォーマ賞ネタしてんの分かってるって思って、また痛いと思って、え、じゃあ誰から言ったのそれ、いやもう、バンバンもう見とるからね、うわ、みちゃんとか見とるから、うわ、親が、母親それ嫌、俺も母親言われてたって、あ、なんかフレミングパクリって書かれてたねちょっと、マジ、おい、地獄だ、やばいやばい、自由がない、でもうちの親はもうそれでいいんだよ、それでいいっていうか、もう物事は結局見ることから始めるんだからみたいないやいやいや、そこそこじゃねえやろ、書かれても気にすんなとかじゃないよそうそうそう、親が見るってすごいな、そうなのよ、息子のステップの配信のたびに親からメール来るもん、えぇ、ー、マジで、まだ喋りがいまいちだけど、まあ慣れてきたね、あんたの血を継いどるからこうなったんすごいな、でも俺言ってないけどね、配信やるとか、あ、本当言ってない、言ってない、知らんしゃ、うちパソコンねえもん、実家とか何も知らんやろ、ちょっと待って、いい件書けやどんだけ花咲くの喋りあ、浮かんだ、おーおー、え、今のこの感じで浮かんだえ、いいよ浮かんだ出た出てます、今坂田くん、どんどん出てます、坂田くんがね、あー、来たこの配分で間に合うかな、歌詞がてですよ、いいですかね、今この2つしか出て、はい、来ました、おー、全然ショックですよやばい、サッカーみたいなところ、ポンポン作文用紙投げより、こいつ今ずっと続くよ、来ました、じゃあ坂田さん、まあこんなとこだね、お願いします、親の心、子供、ふん全然ふふふ、そっから始まる、スランプやこんなことないいつも口動かなんでも出るのこんな、全然ふふふふ、これから始まる番組って何なんだ、そうだ、ワード単数がもうパンパンや、ちょ、待って、これこっから選ぶ、俺親の心、子供、ふふふんって、いや、でもやっぱそうやな、見とるんやね、親は、うん、なんだかんだね、まあ、でも俺もね、この間これまた脱線するけど、この間親からね、まあ、母親からメール来て、ね、兄ちゃんの子供が生まれて、姪っ子が、おお、いい話、ばあちゃんやったんや、母ちゃんが、でも初孫が、ね、で、母ちゃんのメールから、ヒカロ兄ちゃん、お笑い頑張って
マリーもすくすく育ってるよっちゅうそのマリーちゃんっていうちゅうマリーちゃんのしゃべつきのマリーちゃん風なメッセージでメール来て名前は親の名前からそうそうそう俺に話しかけるみたいなメールが来てそれなやもう可愛いけどねあっちしかとしとったらむちゃくちゃブチ切れて電話してマリーちゃんに返事しろっていや本当ね、もう感触持ちな母ちゃんからそうなの沸点5度ぐらいすごいなアメリカ人より切れるすぐやばいな本当ね、でもこっから歌詞いやでもこれでもまあ最初の形から言ったらやっぱこれかなまあそうだよね逆たボケてのぶきを喋るから始まるかなやっぱりねこんな恥ずかしい入りあるこの中で言ったらこれが久保田俊信歌ってくれるのはこれでいいよこんな素人のいやカラオケで鍛えた声量で言ってねちょっとこれもうマジで歴史やろ三線三三三そうよずっとだからねちょふふふふちょっと歌ってみてもう一回親の心子供ここまで出とるじゃねえやろお前もう歌詞出てこいでダメやもうこれこれよし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 坂田ボケてのぶきを喋るでいきますよし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 はいまず最初の歌詞決まりました親へのね感謝を今言おうと思ったけどやっぱ恥ずかしくて恥ずかしくてまだまだ若い素直になれないとかじゃないよ素直になりなさいほんとにはい最初の歌詞は坂田ボケてのぶきを喋るに決めたいまだに母ちゃんとかに電話来ても強がるもんなあー分かるこの年でまだ強がるって思ってしまうそうそうそういや別金困ってないけどね言うもんな俺もこの前ちょっと仕送り2万増やしてって言ったもんね全然言わないわお前、まあ、甘えまくりやねえからすねねえわ甘えてしかないもん俺今に大阪に漫才のコンクリートからスーツ買ってって言って俺親にいや稼いでるのにね買えるやろお前お前何歳なえお前何歳な28だよお前スーツ買ってもらうなよ掃除がおい本当じゃあ続いての、曲行きましょうかね曲というか場所行きましょうあ、なんかコメント来てますコメントまだ1件しか明日の333明日のステージ楽しみですあーなるほどあ明日僕たち来てますよ、宮本これね、みんなね、なんだかんだあるんですけどみんな宮本さん声小さいえぇお前言われるなそれ向こう多分ギチギチに上げとるパソコンの音量それで聞こえんパソコンのやつとユーストリームの音量両方マックスにしてお前次明日寝ぼけて普通のユーストと見た時ドーンなるぜなるびっくりするわ立ち上がるよそのパソコンもじゃあ宮本じゃ声まあまあ宮本さん緩いですねまあでもやっぱりはっあ、来た来た宮本来た来た宮本ターボがはっ宮本ターボはっ二文字以上言えはっ分かんでいいわお前はじゃねえよお前伸ばすもいらん伸ばすもいらんはっはっみんなとさ寝そってやないかそれは練習の授業だお前あ、うわぁどうでもよくなってはぁでお前歯嫌いな人や歯嫌いな人いるんだねへで言ってへへマイクチェックみたいなお前次行こうかしとしちゃうみたいなお前じゃあ続いてのとこ行きましょう僕の話から行きましょうもうちょいボリュームもう一回上げれる音が小さい怒られてるよ声が小さい宮本に怒られてるよ合わせるからな宮本はな音が小さいけんやっぱ声も小さくなったじゃあ大丈夫やね大きくした大きくしたみたいなんでお願いしますさすが宮本28歳恥ずかしいすげえ恥ずかしいちぎり年上やからしてるんだろう聞けやお前らお前がなんでこんなことしてるんだろうとか聞いてないけど曲を聴け曲をもう一回すいませんもう後戻りできんからね本当だよもう28もなってねいや
喋らんのか決めるな。ちょっと明るめになるかな。ちょっと変化あるね。ちょっと変化。ちょっと違う。でで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 来た来た来た。え？はあ！言わされたけんねお前。言わされんなよ。やっぱこのメンバーが最高だな。なんやそれ。文化祭か。全員夕方言う時お前泣くなよ明日絶対泣かんけん昭和やそれ恥ずかしいコテコテの福岡オッケーちょっと明るい感じで坂田ボケての武器を喋るどんどんもう浮かぶために出していいですよ。もうこれもどんどん行っちゃって数打ち当たる感じでいきましょう。これもはい、今ちなみに何人ぐらい見てます？14。今14人見てくれてます。わざわざね、ほんとすいませんね。行くか。じゃあどんどん行こう。はい、じゃあ宮本さん行きましょう。最初行かないとな。曲僕から。最初もう一回途中からって行きます。喋る犬は吠えてまどろむ難しい日本語。まどろむ、まどろむ、魔法やまどろむとか俺なんか日に当たっとる感じしかせんけど、これセレブがそういうイメージ。これまどろむそういうイメージだね。なんかこういう感じで、そう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 。やっぱり羊飼いのイメージが離れないんだよな。なんなんそれ。の犬って書いとる。今ので2人増えた。今ので今のでこれで増えたの。国語教師たちがマドロムマドロムヒットしたやろ。マドロムって何どんなやつなんだこいつら。どうしたんだこれで。ちょっと俺考えてくるわ。いやいや、将棋しかお前長考で外寝るな。長考結果はい、どんどん行きましょう。もう浮かぶためにどんどん出していきましょう。これてて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 坂田ボケてのぶきをしゃべるてて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 て。いいですよ。もう言ったらサンシャインの紹介ここで一度終わってますからね。坂田のぶきよっていうこの形式できてますからね。こっからの派生でこうなんかできたらいいね。こう名前とかじゃなくて特徴的な、あちょっとそういう内面的なことも言っていいかもしれないね。2人。ああなるほどね。うん、なるほどいけるかなこれ。言ったら本当決まるけどね、これで。そうだよね。さん自体のイメージがちょっとちゃんと考えてね。てて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 サンシャインの333で流れる歌ですから。はい、じゃあ坂田いきましょう。大丈夫ですか？はい、はい、お願いします。あの子は泣いて今が言う。今ってもう今出てくんなよ。もう気になる続きが今面白いな。今が何で絶対次のセリフ今のセリフやなんて泣いとるあの子に声かけるんやん。今の番組になるやん。もう今出てくんな、マジで。行きます、じゃあ。おー、行きますよ。はい、いいですか。じゃあ、行きましょう。ドキを喋る世界中に発信。おー、おーいいんじゃない。おー、まあまあいや、おーやけど。いや、いいよ。じゃあ、はずくない。マジで。まあ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 ね。まあ、しかも、うんで伸ばさない感じやろ、俺。あ、そう結構つけて、こういう。これスポンサーユニセフやねん。愛しかない番組になるよ。非営利団体やこれ。1人増えた。あ、やった。はい、じゃあ西田行きましょう。見てくれよ。どんどん行きましょう。今いい感じよこれ。スポンサーユニセフ世界中。いいやつはいらんか。これよく言ってました。じゃあ次西田スイロ行きましょう。お願いします。
それおい今言ったやん、もうそういうの終わったって歌下手そしてこっそり歌下手やな、お前おいお前全世界に発信しとるから、ね、シャープが1個多かった世界中に発信だよ、お前歌下手いぞ、お前いやもう、めっちゃドキドキしてるだって合コン行こうぜとかみたいに誘ってもそれカラオケありなし絶対聞くもん断固やだもん、カラオケはだって男同士でも、いや昨日もさ、明日サンサンサンって俺サンサンの合コンかと思ってカラオケなし、カラオケなしってサンサンサンやって結果あるじゃないかえらい心よく受け入れてくれたなと思ってこれ今日来るとき車の中でその今日の企画何ですか、なんか歌うらしいよって言ったらうわマジかバレた、もうバレた、まさか、もう、おー、いやもう、それから俺、歌いづらいからね、本当に、マジで、大丈夫、もう短いから、バレ、わ、歌下手バレた、歌下手バレた、うわ、え、そんな書いてあるいや、そんな、歌下手、かっこ笑いのもいや、そうか、やっぱ下手なんだね、自覚はしてたけど、悪口とかないよね。いや、あるよ。羊飼いのイメージが分かりません。ほら、おい。山本さん。いや、山本さん、何を言ってるんですか。何を言ってるんです、宮本さん。山本さん、ほんと。とりあえず、お前、これ消せ。え、でも、よくない？よくねえわ。あ、そう。なんで、いつも俺、腰巾着みたいな言われる。ふざけんな、お前。動きをもいる。俺、喋ってよくないいいね。天丼要素も。よくねえわ。ネタ的に。動きをもいる。いいもいいしね。インフンドル、KJKJ 踏んでねえなんで前の方のインを踏んのこれ、信木を思ったからいいかじゃあ僕に2番押したら見える坂田さんの回答が早く見たいですだってほら、お前全然答えてないもん待たせるな、俺はいつもいつも待たせるちょっと待ってこれ、しびれ切らして、あの見てる方も貸してくれてますおお、いいね放送事故は避けようわうまいねうまいな放送事故は避けたいと思いますねいや、玉突き事故ですよ、こんなのこれ、あの、さっき言ったことからくれてます、いきます坂田ひげはビビで隠すいや最初のオープニングトークじゃんよく覚えててくれてよく覚えてくれてましたね今後俺はビビクリームで多用していきますから本当に伊庭さん推し受けるダメこれまあどんどん行きましょう、これ確かに、それ多分、伊庭の自演ですね伊庭見よるんか、おいちょどんどん…ないちょっと ない書いてるないはい、じゃあ、西田そう、歌うのよ時を喋るおー、そうなんだおいお前ちなみに今の答えはあのお客さん書いてくれた放送事故先言うちょっと待ってもう俺多分歌えないもんほうちなみに正解はさ放送事故は避けよう何だ音楽のテストこれおったわ恥ずかしくて歌えんやつ俺だって一回音楽の授業泣いたことあるじゃんずっと歌わされてさもう合わないじゃんこういうの合わないの違う言われてさ泣いたよいやあれ恥ずかしいね一人で歌うのとか恥ずかしいね一人で会った歌のテストあったよあった一人ずつやもんなあれ俺あれ津波がなんかまだその時あれやけどなんか課題曲で俺もう桑田佳祐のもので100点取ってゴールもらって16の時マジでえらいユーモアある先生やねめちゃめちゃハラボーとか言ったうわいいねすごいなそれいや歌詞てこのままやったら坂田ひげは BB で隠すになるぜこれやばいよこれまだ手で向きを喋るふん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 かそうどんどん行こうどんどんはい。あー、来た。もう普通に歌うわ、ごめん。うん、オッケー。はい、じゃあ、お願いします。毎週火曜の楽しみ。おー、なんか綺麗だね。綺麗。綺麗でしょ。
これちょっと残していこうかね。毎週火曜の楽しみ、ちょっとあれやね、声優みたいな。うん、ピンときてない。うん、あのあれね、あ、声優さ、デパートのね、声優か。火曜日はなんかちょっとやね。そうそう、そういう感じの。はい、行きましょう。あ、西田さん頑張ってくれた。うわー、ありがたい。嬉しいコメント届いてますよ、西田さん頑張ってくれたって。どんどん出していこう、もうちょっと時間も結構経っとるから。そうね。何分経過ですか今。もう1時間前です。今1時間マジで1時間弱もうやっております。えマジで本当に1時間弱。それで2小節。どんどん行こう、どんどん。でもなおかつね、こう良質なものをちょっと、そうだよね、そうだよ、追求して。やっぱいいものを出そうと思ったら、やっぱ客待たすわ、それ頑固職人やもん。お前一番出してないけんね、答え。まだまだ行きますよ。宮本さん、坂田さんがまだね。このリズムね、結構残るね、頭にこれ。そうだね、残る、うん、これ今日聴いてくれた人をね、ぜひ歌いながら寝てくださいね、これね。はい、出た。今んとここれになるよ。じゃあ毎週火曜の楽しみ、まあ、せっかくだから対抗できるちゃんとしたやつを。え、なんけ、ララララ、え、デレレレレレレデレレレ。はい、来ました、コメント。うわ、ありがたい。延長されても見ますよっていう意見もありますけども、そんな中、あつひろさん笑いながら歌うのやめてくださいって書いてます。もう普通に歌ってもダメ。本当に。いや、ちょっと手で隠して歌ってたのに。うわ、一番痛いところ疲れたな。早稲田大学生よくそういうのある。一番痛いところ疲れたわ。賞金で早稲田大学生弱い。否定できねえじゃん。もうダサ。大丈夫大丈夫。アック、いや、ごめん、普通にもうそこはね。でも 今のところ暫定1位よ。そうよね、そうよね。この答え全然いいよ。まあ、ちょっと先進まないからね、出していこっか。出していこう、どんどん出していこう。どう、はい、いきます。はい、行きましょう。じゃあ宮本さん、お願いします。ドブキをしゃべるミッドナイトブルースはぁ、あ、ここまではよかったけどね。なんだ、なに、なにどういうイメージでした？いや、夜のその、あの、なんつうんだろう、その、曲を聴くみたいに楽しむっていう。なるほどね。その、ブルースをたしなむように。うん、あのおじさんたちがね。うん、ブルーノートを聴くように。わかんないか、ちょっと。なんなの、声ちっちゃいよ。どんな声はぁもう絶対ここしか笑ってないよ。悪ノリになっちゃった。はい、じゃあ坂田いきましょう。お願いします。攻めてくれよる宮本からインスピレーションパンと。おー、来た。いきましょう。こんな頑張れる宮本が。のぶきをしゃべる限界を自分で決めないで。アレンジ加えた、アレンジ加えた。イントネーションアレンジ加えた。こいつ歌詞はいいよね、結構。いや、そうだね。いきなり飛びすぎじゃないこれ。メッセージ出てる。だって坂田ボケてのぶきを喋って限界自分で決めないで。勝手になんか限界決めた感じになってるもん。なでしこジャパンも見てくれよるわ。そうね、マヤミキっぽいしね。限界などとか来てるんでしょ。フォーク鈴木しか分かる。誰が分かる。若鷹軍団の限界など。はい、じゃあこの3つから選びたいと思います。いや、まあまあこの中で言ったらもうこれやろ。もうやった。限界を自分で超えない、決めないで。いいよちゃんと、え、でーってこう伸ばしやすいから。なるほど、歌いやすいね。まあ、そう、それはあるね。さあ、上と下あるから。え、これちなみに歌い方の正解はね、限界、ちょっと一番坂田ボケてのぶきをしゃべる限界を自分で決めないで。バ
スだ、バスじゃないかそれ。限界を自分で決めないで。どっちどっちどっち。限界を自分で決めないで。お前が迷っとるやん。ハモってみるじゃん。限界を自分で決めないで。のぶきを喋る限界を自分で決めないで。でいた。あ、それはこれが普通ね。じゃあ俺高いやつ。じゃあハモって。じゃあ低いやつ。じゃあ、ね、で、あれ自由にやっていい。ありがたい、ありがたいね。じゃあ坂田ボケてのぶきを喋る限界を自分で決めないで。限界やね。限界やね。どう限界？いや限界だねもう。俺今のですら恥ずかしかった。何もやってないのに。毎日もんじゃったぜ。何もやってないのに。いいや。はい、ちょっと、はい、どんどんいきましょう。はい。うわ、ちょっとこれ、なんか感動的な感じ。ちょっとドラマ性を感じた。今ちょっと感じた、なんかそういうの。ちょ、もう一回、もう一回。分かった。あ、早っ、来た。じゃあもう一回、いい途中からいける？じゃあお願いします。中から言いたいわ。あ、じゃあちょっと もうちょっと前に。死のうとしよるこいつ。あき、まあまあ、もう一歩行こうって。そう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 。なるほどね。宮本ターボになろうかしょるわけやろ。宮本ターボ出してやるよ。はあ。ちょ原型ないやん。出ろよお前アルバ。出ろよ宮本ターボ。切れないぜ。ふかしふかしでも。はい。いつもはどれぐらい見てくれてるのこれ。いつもでもまあ十数人でも多い時は50、60ぐらい見てくれる。マジで今日だったら延べ人数やったとこ1延べ今延べ延べあらこれ70これを延べそうそうだけどマックスマジ50ぐらいいったぞ。うわすごい。最初よもうほんと最初ギネスに挑戦ぐらいあー牛乳飲んだ天の毛一発目のストローで牛乳飲んだやっぱ体張ったら見るんやなみんなそういうの面白い辛い思いしたあ来てます、準備できてます、うちのアツくん、はい、お願いします。喋る限界を自分で決めないで。どっちの中、どっちの中、どっちあずまいいんじゃない。いい、めちゃめちゃいいでしょ。収まったわ。収まったすっすっす収まったけど、何のドラマ性ないよこれ、何のつながりこれ、同じ部屋。いや、部屋と思うじゃん、引っ掛けなのよ俺。これ春日の部屋でこれ玉の井部屋で知らんけど違うからもう知らんけど全然違うからそちらも一人ベテランやな突然ねしかも心なしかちょっと今歌えてたでしょ。いや歌えてた今歌えてた。いや綺麗に成長するタイプで戦いながらやっぱお前限界自分で決めてねえようわうまい早速もうメンバーや立派な僕まで心なしがスムーズになってきた饒舌にね限界を自分で決めないで。さっきね、土地の土地の赤、土地王山、土地あずま土地のただたんたん、ただたんたん、ただたんたんたん。はい、コメント来てますよ。あつひろさん、歌うまくなってる。いや、
でしょう。あったよかった、嬉しいね。やっぱ来たかい。あったね。あったよ。やっぱ相撲のワードやと歌うまくいい。そうね、うん、いいじゃん、相撲ワードでもいいよ。なるほどね。それでやっぱ毎回歌うの毎回、まあ、いい。それでぴったりハマればいい。オッケー。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。されても、うわぁ気になる気になる。そっから気になる。さらされても何もめっちゃ気になる、この先もう、もうサビに向けて。うわぁ結構痛いよ、坂向けネットにさらされたら。ラストランやからだけど、まあこういう感じで次に繋がる感じでちょっと、それがドラマ性やから。1話完結やとやっぱ見逃す人もいるからね。そうか、次に繋がる感じで。夢、自分の夢を諦めないでやったっけ。じゃあ限界を自分で限界を自分で決めないで。でで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  で限界を自分で決めないで。どうですか。限界を自分で決めないで。タタタンタンタタタンタンタタタンタンタンタタタンタンタタタンタンタタタンタンタン。今のところ暫定は明日があるとは限らないっていうね。明日があるとは限らない。深いな。ちょっともう首垂れるぜこれ、オープニングで。いや、ここでも、ここが多分一番大事になってきそうな感じやな、全体で。ここでちょっとビシッと決めたいね。うわー、むずいな、確かにな。やっぱ自分の番組って思うとむずいな。これからちょっと出ていくと。いやいや、お前自分の番組じゃないぞ、言っとくよ。これサンシャインのサンサンさんやから。あ、そう、隔週で出るんじゃない。全然。いや、それレギュラーじゃねえよ、それ。いける人、はい、はい、じゃあ宮本さん行きましょう。ちょうどまみさんから選ばれてるし。いやいやいや、統計が
まあでもいいよこれ。これまあそうねそうね。じゃないないないまだある。あいやこれいいよ。見てる見てる。なんかいいよ。いいよ。じゃあジャズヒロの最後でいこう。オッケー。はいじゃあアツヒロお願いします。自分で決めないで、はい、人は全てに幸せを。いや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 、ここまで行ったら宗教宗教やろ。もう違う違う、怪しすぎるな、それは。もう月謝もらうわ。見てる人に。そうだね、そうだね。じゃあ飛んで跳ねて泣いて笑って、じゃあもうドクター宮本の、うん、やった泣いて笑ってこう続くけんね。泣いて笑って何なのか、何をするのかね。はい、じゃあこの宮本の歌詞に決定。いいよいいよ。いやでもちょっと良くなってきたの。いやできてきたできてきた、いいなんかいい、しっかりしてきた。いいね。坂田ボケてのぶきをしゃべる限界を自分で決めないで、飛んで跳ねて泣いて笑って。いいよ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 、めっちゃいいよこれ。いいね。そうこれ、いい、黒人の太ったおばちゃん歌えるぜこれ。じゃあ次も行きましょう。20人になってるけど。おお20人いいね。俺の中でやっぱサビに向けて。オッケー、ここ閉まる、もうここまで。ちょっと難しいな最後。ちょっと最後難しいね。ここ最後やろ。ちょっとタンタンタンバージョンで作れん、それ。タンタンタンバージョン。タンタンタンバージョン。
わ、これ視聴者から今来てます。何みんな大好きさんさんさん。え、正解これじゃやばい、正解来たんじゃない、これまさかのお客さんから入れるパターン。これえ、すごいな。あ、てかこれあれかい、確かにさんさんこれオープニングよね。完全に終わる。オープニングあ、そうだよ、それ忘れてるね。確かに、もういいよ、オープニング TM とか流してエンディングにも、まあ、どこでも使うよ、これエンディングで使おうかじゃ、この歌エンディング、まあ、どこでも、どこかしらで使えますね、これそうやな、じゃこれエンディングで使おうか。ホットリミットでいいやろ、TM そうそうそうだね、夏だけやろ。違うよ、こうやって始めよう。風当ててる、フエレメントみたいな、こんな衣装飛んで跳ねて泣いて笑ってデデデデデダタタタン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 。今んとこみんな大好きさんさん。今んとこ一番。そうだね。はい、じゃあ最後でいきましょう。オッケー、準備オッケー。はいよ。はい、じゃあお願いします。あ、いいよ、いいよ、いいよ、いや、お前ルージュでさよならみたいな感じで。いいよ。いや、もうほんと夏休み戻りたいな。なんか懐かしい。抜け出しそう。俺もほんと虫かご戻っとったもん。これ書きながら。いや、まあ懐かしさ感じる、ほんと時期合っとるけど、なんか書き元気書き。じゃあ今残していこう。何ほどけた靴紐そのままにして。何だよ、けど2番聞きてえわ、これの。これ、やばい、四季折々で作られた夏やな、完全に冬絶対違うもん。はい、おー、来ました。はい、じゃあ西田敦洋、お願いします、どうぞ。泣いて笑って、はい、そのまま見てね、そのダイジェスト。おい、私欲出たわ、私欲。1時ぐらいかな。BS でしかやってねえやろ。俺この間初めてホーマショー見たわ。あんな言うて気になる。こんな言うからこれかホーマショーって。結構頑張ったっけどね。いやそうよ、結構今成績いいやろ、しかも礼儀正しいから。次よかったら上がるんじゃない。また上がる上がる、ね、次次第だ。やっぱ俺の知り合いに聞いても、ああホーマショーの人ってなるんだ。なるなる、ホーマショーになるんだ。今んとこホーマショーネタしかないもんな。8月ぐらいにできたね。え、 NSC 在学中に出てきた。勝ったけんなあれです、先輩に。そうやな、唯一1年間使い回って全く同じパッケージで寸分の狂いなく。確かに小馬ショーもな、なんで入れるか分からんけど。もうフリップペランペランだもん。あんな分厚いやつかみが薄くなってるからね。名人出る。はい、まあ、出ました。じゃあ行きます。じゃあ宮本さん行きましょう。お願いします。いろんなゲージがアップする。はぁ、いや、これ普通にターボターボターボ宮本ターボ宮本ターボ宮本ターボ。はぁ、バビロン経典でしょ。ゴンゲやと思ったけど。いや、いいよ、もう弾いてやから。デデデデデ泣いて笑って、デデ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 。でもラストもあるやん、もう一個最後は、あの、あれじゃあラストはどれか一応、ちゃんと歌詞を考えるのはここまでにしよう。なるほど。で、最後のパフォーマンス、もう決めません、時間的に。そうやね、今でも1個しか出てない。ほどけた靴紐そのままにして、泣いて笑って、ほどけた靴紐そのままにして。いや、いいよね。いや、これいいよ、うん、いいよ。
なんか最後なあ、まあそうやな過去最長になっとるか、今番組本当だよ、本当特番になってるか、今じゃあもうこれで決定しますか。お願いします。はい、じゃあほどけたくずひもそのままにしてに決定。いいよ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 。で、じゃあ最後ちょっともう一回、最後のいやーこっちのかっこいい、かっこいいよ、かっこいいし、なんか、なんだろう、感動する、ちょっとほどけたくずひもそのままにしてに。うわーすごい、うわーちょっとここからまたかっこいい、はい、ここじゃあここなんか、ここどうする、歌詞つける、歌詞つける、あ、そこの点っていうの一言やな、そうやね、ほどけたくずひもそのままにして、で、てんてれんて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 れんて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 ん、結構待つけどハードル上がるぜこれ一言、まあ、そこも入れていいやろ、監督だったら結構お腹いっぱいかお前どういう意味、結構お腹いっぱいって、ああノブキヨターン折れてきた、リミッター外してるからだけど、もうあれたらこのタンタカタンのところで、あの適当に歌詞つけてもいい、あ、そうか、そうか、それは自分でね、7回やちょっと今のところので、ちょっと最初からちょっと通してみていい、いいよ、考えていい、逆たぼけてのぶきをしゃべる、限界を自分で決めないで、飛んで跳ねて泣いて笑って、ほどけた靴ひもそのままにして、うわこれなんかちょっと少年の後ろ姿が目に浮かぶから、なんかちょっとそういう夏やな、ちょっとこれいいな、これ夏、夏ね、ほんとね、はい、さあこれからじゃあ行きましょう、最後さっき出したのイエーイやけんな、お前甘いもの好きで、おお、どうです、いい曲になりましたねってコメント届いております、はい、行きました、はい、じゃあ坂田さんお願いします、はい、靴しにかかって、靴しにかかって、靴しにかかって、イエーイやねんか結局宿命イエーイやねんか結局崩しにかかってこと、どういうこと、いやいや、ちょっとあらがってもっと引いたレールそのままいかんべ何回もそれ言うなよ、薄っぺらくなるやろ言葉の重みが、よし OK です、あー来た宮本はい、じゃあお願いします、はい、そうだ、行け進め、かわせ、抜かせ、サンシャイン、もったい
れたのに歓迎。そうね、すぐ戻ったわ。ちょっと、もう一回、最後ちょっとゴーにしてちょっとやってみる。そうだ、ちょっともう一回ターボバージョンで。ターボバージョン、ここターボバージョンで、ターボバージョン、ゴー、ターボバージョンそのままにして、そうだ、行け、進め、走れ、かわせ、抜かせ、サンシャイン、ゴー。いいんじゃない、いいぞ、いいんじゃない。そしてもうこの声入れたいね。これ入れたい。最後ここね、ね、どうこれ、どういいわ、いいと、どう、気持ちいい、こいつの、いい、いい、アニソン歌った、お前アニソン系、アニソンっぽい、確かにね、イメージはある、そういう、じゃあこれで決定いいですか、つひろさん。いや、よくないな、よくない、来ました、よくない。じゃあつひろさん、この太鼓場として、うん、お願いします。そのままにして、はい、3万負けて2万負けて4万勝って、8万勝って、5万負けて6万負けて10 今週のお前の家計簿知らんわ。いや、出しすぎ、出しすぎ、却下やから、すぐ却下。よくお前これで対抗しようと思ったな。お前の収支系知らんよ。あと各自1人いきましょうか。はい、はい、じゃあこれ坂田君のラストアンサーです、お願いします。はい、そのままにして、え、いや、え、マジでどう表現してるんですか。いやいや、あざっ、お前直前でひらめいて変えたな、お前。いや、そんなあざすしかない。それもそれで取っとこうね、いつかそれでやろう。それもいいけど、じゃあ決めますか。じゃあそうだ。いいよ、でもいいから。はい、じゃあ決まりました、全部決まりました、終了。はい、じゃあというわけでですね、まあ、録音できる、はい、すげえ、今できるんだ、もう作って出来たてほやほやの歌詞を僕が こちらの特製マイクで歌いたいと思います。で、最後のテッドテッドのところを宮本さんに僕マイク渡します。ちょっと宮これ見てる人が、宮本さんこんな顔でしたっけ。どういうこと。いやターボになったけ、もう青函になったような顔が、青函な顔つきに向かい風浴びすぎて声出ましたね。そんな顔してこれで食べてみますね。これ、じゃあこれはこれなしで、これなしで、形だけじゃない。じゃあどうもう、じゃあこれ喋っていいと、もう歌ってほしいな、宮本に最後は。そうやね、最後は宮本。いやー、なんかかっこいいな。いや、これ一発勝負ね、言ったら。まあ正直、まあ一発勝負して後で編集します。編集します。ちゃんとあれ。はい、じゃあ撮りましょうか。うこれマイクこっちに録音。すごいな、こうだった。はい、じゃあ歌います。お。自分で決めないで、飛んで跳ねて泣いて笑って、ほどけた靴ひもそのままにして、そうだ、行け、進め、走れ、かわせ、抜かせ、サンシャイン、ゴー。して、次回の333から流したいと思います。というわけで今日の曲終了でございます。どうもありがとうございます。いやー、完璧だね。いやいや、どうでした、すごい、やってみて。いや
本当に楽しかったです。本当こうするね。なんか作詞の楽しさがあって、ちょっとポンポンでリズムよくできたけんね。よかったね。ちょっと温まってから楽しくなった。そう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 。もう1時間半やってるから。いや1時間半やらないかも。30分じゃ無理やろ。無理無理これ。楽しかったな。まあでもこれ本当に立派な歴史刻みましたからね。そうなんですね。6回目にして。もう嬉しいわこれ。やってもらってなんか。いやいやこれ。残るもんね。残るマジで。しかも声残ったしな。ね、そう。嬉しいね。まあまあね。ターボもできたし。ターボまあまあね。楽しい。まあ僕たちもね、こう放送でチェックしてどんな感じに仕上がったかね、見ていきましょうかね。なんかじゃあ告知とかありますか？おのおの。おのおの。好きにして。何でもいいよ。じゃあ次の回で。あ、そうですね。あ、じゃあその過去で、あ、じゃあ軽く、あ、はい、28日と29日、はい、チェーンステップあるので、はい、まあ、あります。もしよかったら見てください。はい、お願いします。16時から渋谷無限大ホールであります。はい、俺たちサンシャインは明日で、はい、フレミングが次の日の28で、29は2組とも出ますんで、1分ネタ祭りがありますので、はい、来れるよって方は連絡ください。あとすいません、あの8月2日ですね、誕生日、はい、僕の誕生日になってますね。シアター D でやりますんで。あ、そうなの。お聞き付けも、お聞き付けもできます。シアター D で誕生日があるお前。はいはい、あのどういうこと。作家さん、山田さんついていただいてあのやりますんでぜひぜひ。はい、そんなこんなで、いや行きましょう。いやでも、2人また来てくれる。どう。いやいや、俺らの番組にお前らが来ただけ。出してもらったら、マジ全然すぐ駆けつけますね。いやいや、OK じゃない。お前歌うまくなったからまた来いよ。俺も回しも回し固く締めなきゃな。ちょっとさ、俺の歌のよりちょっとリベンジ企画させて。一回はさ、ちょっと。いやいいよ全然。どうせ歌うまやるからこれ。本家パクってるってことだよ。なるほどね。ワンフレーズから歌うまやる。やるやる。はい、じゃあね、また来週やると思いますので、またその時お願いします。それではまた次回、さよなら。